皆さんおはようございます。ともこっちゃんです。9時56分にお店に今日は着きました。車の量は3台ぐらいなので、今日はそんなにね、多くないかなと思います。もう10時ぴったりに出るっていう感じで、ちょっとだけ涼んでいこうと思います。今日はね、結構ね、私の地方はすごく暑いので、皆さん水分補給などをして体調管理に気をつけてください。はい、皆さんこんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。ともこっちゃんです。今日は7月17日の土曜日もチラシの日ということで、今日はプチプラのあやさんの発売があったので、島ポトに行ってきました。そちらの購入品ご紹介したいと思います。はい、こんな感じです。1点目は、おいテラになります。テラさんの追加購入なんですけれども、こちらのキッチンマットを買ってきました。はい。こちら前のやつがすごく肉厚で良かったので、これはキッチンマットじゃなくって、なんかね、細長い廊下とかあるじゃないですか、細長い。そこが犬が通るんですけど、そこに細長く、犬が滑らないように何か敷きたいなと思ってたんですけど、キッチンマットがちょうどいいかなと思って、この、柄がそんなにない感じのやつを買ってきました。商品名が HRJQ ブロック KM ということで、ちょっと水を飲みに行くところまで細長い通路がねあるんですけど、そこに何も敷いてなくて、でちょっとね、やっぱり犬ってここの肉球の周りに毛がいっぱい生えてきちゃったりとかして、ツル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 床で滑るんですよ。それがねちょっとかわいそうかなと思って、これを敷こうと思います。はい、次に買ってきたのはこちらなんですけど、私やってしまいました。買うつもりなかったのにやってしまいました。皆さん笑ってください、本当に今日私が最も注目していたプチプラのあやさんの3連ミニバッグ、選べなくて2種類買ってしまいました、はい、昨日の時点ではね使うかなって思ったんですけど、実物見たら予想以上に可愛かったので選べなかったんです。そんなに争奪戦ではなかったんですけど、私がこの2色を取って鏡でこうやって合わせてたんですよ。で多分どっちかの色を欲しい人がいて、めちゃくちゃマークされてたんですよね。はい、で早く決めないとって思って、うろうろしながらこうやって選んでたんですけど、どうしても両方可愛くて、でそのうちそのマークしてた人もね帰っちゃって、で選べなかったので2つ買いました笑ってください。はい、商品名は DF3 連マルチショルダー。こちらが濃い茶と、こちらは淡い灰です。両方とも税込み1969円です。こんな感じで配色がめちゃくちゃ可愛いんですよ。ちょっとね私パイソン苦手だったんですけど、はい、この好きな水色とグレーがあるので、はい、この面積が少ないので買いました。それでこっちの方がね自分っぽいかなって思ったんですけど、こっちも大人っぽくて可愛いっていうので、本当に迷いました。買ったけどね2つこんな感じです。ちょっと長っ長いな。これが一番短いんだけど、一番短くしても骨盤がここなので、このリングが骨盤より下に行っちゃう感じですね。これが一番短いんですけど、こんなもんなんでしょうか。で購入の決め手はですね、スマホが結構スッと入ったんですよね。iPhone XR なんですけど、スマホがねスーッと入るのでいいかなと思いました。なんか他にも3連バッグが出てたんですけど、ものによっては本当にギーってキッツキツでなかなか入らないやつとか試してみてあったんですけど、これはその点良かったです。さっきねちょっとワンピースだったからウエストの位置とか分かりにくかったかなと思うんですけど、一番短くしてこんな感じです。ここが骨盤なので、この持ち手は骨盤より下に行く感じで、でこの3連バッグもその下に行く感じです。バランス的にはこんな感じです。長さこんなもんなんかな。私は若干この辺りに来ると思ってたから、一番短くてこれだとちょっと長いかなと思うし、160cm なんですけど私それより身長低い方とかもっとね下に来ちゃうのかなと思うんですけど、バランス的にはこんな感じです。ここで結ぶともっと短くなるので本当に輪ゴムでこうやって留めるしかないのかな。もうちょっと長さの可動域が自由に選べたらよかったかなと思います。次に茶色を持ってみました。こんな感じです。これで一番短い感じになります。でもこれ以上長くなるとねバランス悪いし、こんな感じ。これはこれでね秋も持てるし大人っぽくて可愛いかなと思います。まあ、この長さは好みだと思うけど私の体感としては若干長すぎるかなと思います。そこが残念。こちらのバッグ見ていきたいと思います。この持ち手の直径は約 6cm です。でこの一番大きなポーチなんですけど横が 11cm 縦が 16.5cm です。こちらの後ろにカードを入れるねケースが入ってまして、ここにねディアフルというね刻印がされています。そしてこちらの真ん中がほとんどねお財布になっていて、こんな感じで開けてもらうとこっちとこっちにねカードとかお札が入れれそうなスペースがありまして、でこの真ん中に小銭が入れれるスペースがあるのでちょっとしたお出かけに使えるかなと思います。裏は特に何もないです。横が 10.5cm 縦が 8.5cm です。そして一番小さいこちらのポーチなんですけど、こちら直径が 7.5cm、町が約 2cm です。でこちらのポーチには、リップとか目薬とかイヤホンとか入れたらいいかなと思います。はい、こんな感じで水色の方は金具がゴールドになっていて、すごい涼しげな中に品があっていいかなと思います。でこちらの紐が、今一番短く設定してるんですけど、でこの状態でね 60cm あるんですよ紐の長さが。これが一番短い状態で、でも少しね長いかなと思うのでもうちょっとね可動域がもうちょっと短くできたりもうちょっと選べたらよかったかなと思います。ここが残念ポイントですね。はい、そしてもう一個のこちらはもしあれだったら自分の母親にあげようかなと思ってるんですけど、こんな感じでゴールドですね。金具がゴールドでこの一番小さいポーチが黒の黒子推しのデザインになってます。で真ん中のこの財布は上品なベージュ色。そして一番大きいスマホとか入れれるケースは結構綺麗なチョコレートブラウンになっていて、私この配色もすごく大人っぽくて合わせやすくていいなと思って買いました。はい、かわいい。ということでちょっと出かけるように入れていきたいと思います。まずここにスマホを入れて、ここのカードケースに電子マネーのカードを入れます。ここにはとりあえず何かあった時のために現金入れとこうかなと思います。あと小銭が出てもこのチャックがあるので安心かなと思います。この一番小さいところには目が乾くので目薬と、あと音楽聴きたいのでこのイヤホンですね。本当はね iPod みたいなのをね入れたいんですけど、私この線のタイプしか持ってないのでこれを入れます。はい、最低限コンビニとか犬の散歩とか行くぐらいだったらこれで十分かなと思います。